よう、お前ら。俺様だ。今日も太陽がボーボー燃えてますね。はい、ちょっとね、破けちゃってるんですけどね。ジバニャンの腹巻きもこういう風に破けるといいんですけどね。はい、今回もね、レシート紹介のコーナーですね。なんて読むんだろうね。いがみきって者、偉人かな、わかんないけど。ね、伊藤さんの意味、神戸の神でね。いがみきって者、偉人きって者、まあわかんないけどね。はい、これは、金券ショップですね。はい、名古屋のね、金券ショップです。前もね、ここで買ったやつ、レシート紹介したんですけどね。普通にね、JR の、窓口で買うより、ちょっとね、安くなりますよね、金券ショップなんで。そう、新幹線地下街、エスカっていう、なんか地下街があるんですよ、名古屋駅に。ね、エスカレーターのエスカなのかなんかよくわかんないけどね。そう。で、新幹線の切符を買いました。名古屋からね、東京までの在来線って書いてあるのは多分あれですね、普通の乗車券ですね。で、名古屋から東京、横浜特急券ってやつが、まあ特急券ですね。乗車券と特急券って感じですね。で乗車券が5650円で、特急券がすごい高いですね。新幹線はめちゃくちゃ高いですから、4050円。ヨン様はペ様と言い換えられるからね、4050円はペ1050円とも言い換えられますね。で、1万円払って300円のお釣りですね。はい。まあね、金券ショップだったらね、まあ少しはね、節約になるから、まあいいんじゃないかなと思いますね。はい、合計でね、9700円ですね。やっぱ高いですね。名古屋からね、こう東京に帰る時のレシートでした。はい。それではさようなら。ボーボー。ボーボー、ボーボー、ボーボー。ボーボー、ボーボー、ボーボー。ぼうぼう燃やす。